備え。備えは、戦国時代から江戸時代において戦時に編成された部隊。各種足軽、弓、鉄砲、槍隊、騎馬武者隊、小二打隊などで構成され、独立した作戦行動を取れる基本単位を指す。戦国時代以前においては、律令制に基づく軍団制を除き、備えのような系統だった部隊編成は見られない。 それは、律令制崩壊以後の日本においては、御恩と奉公という主従関係に基づいた、つながりを重視する、舞台編成を行わざるを得なかったためである。しかし、戦国時代になると両国間の紛争に伴う、工場的な臨戦態勢が必要となり、また足軽といった新たな戦力が加わった結果、戦国大名は、軍事行動を行うための軍政整備の一環として、 単独での戦闘が可能な備えの編成を行うようになった。戦国初期はまだ備えの構成も曖昧なものであったが、大名の中央集権下に伴い戦国中期頃から足軽間での陛下の分離や騎馬武者も含めた各組ごと編成が行われた。さらに、江戸時代になると、戦時の大規模な動員もなくなった結果、備えの定員はほぼ定まり制度として、 完成の域へと至った。備えの別称は様々あるが、備えも含み異なる意味合いで重複して用いられることが多い。また本来、備えは舞台程度の意味で用いられており、本項目における用語の使用も判例の一つと認する必要がある。これは備えのみならず、それより上位、下位の舞台、役職すべてに言えることである。以下に、 各用語の使用例を記す。備えの人員は、一般的に300名から800名、本人備えの場合は1500名前後であるが、これらは、大名の国高、戦時における、戦闘要員、広報要員双方の動員、各備えの任務により増減する。ちなみに、国高1万国の領主を大名とする一つの基準は、備えを一つでも編成できることにある。次に、 基本的な備えの構成を示す、江戸中期。なお、ここに示す順序、内訳は十二万五千国の国高を有する大名、前橋藩堺画学が白井が持つ九つの備えの、内、本田民部左衛門の、備えの行軍中におけるそれを示す、高木小作九百九十行軍時における、備えの隊列は、前日における、の順番で組まれたものの他に、 の例ももある、る。後者から弓組を除いた、備えも存在するこれは、後方の小二打を何で、前者は、弓組、後者は、騎馬隊護衛するかによって異なるものと考えられる。備えの隊列順は、おおむね戦闘体系、陣立て、陣、備え、備え率に組みやすい順で組まれるが、細部は編成する、各大名によって異なるものであり、これは、 戦闘体系においても同様である。戦闘体系は、陣立てともいい、合戦に際して、後軍体系から敵との戦闘に備え、各隊を配置する。備えの戦闘体系は、高度に統制された軍隊と異なり厳密な争点は、なくまた、密集体系を取らずに、各兵科を大隊ごとに並べるもので、その配置も戦況に伴い頻繁に変更を行った。ただし、各… 足軽部隊を前線に、騎馬武者隊を後方に置き、前者で戦線を形成し、それを後者で突破するというのは基本であったようである。また、備え単体では、魚林や、角翼のような陣形はあまり重視されない。これら陣形は、基本的に、備え以上の部隊配置に反映される。江戸時代の軍学書には、備え単体での陣形の組み方を示したものが、あが、 実際に合戦が行われた戦国時代から江戸時代初期には足軽の下半が動員兵で占められており、そのような複雑な人形を無理に維持することは機動力を失わせることになり、現実的ではない。随時は合戦を描いた戦国合戦図屏風より人立てがある程度確認できる岩国歴史博物館所蔵。 川中島合戦図屏風の武田信玄本人備え、佐津と福岡市博物館所蔵、関ヶ原合戦図屏風の徳川家康本人備え、渦を図には一般的な備え、戦闘前を模式図化したものである。ちなみに図一の徳川家康本人備えは中央に描かれていた単独の備えである堺西門の城を除外し、家康直属部隊のみを示した。 10万国級の大名は備えを数個保有し、数十万国の大大名は、その数個の備えを一手としたものを、さらに複数保有することが可能となる。つまり一手部隊は10万国級大名と同様の戦力になる。後者の場合、あまりにも指揮する兵員数が多くなると、全般指揮においてでも一人の将が完全に統率することは不可能であり。 大抵の場合は一定部隊を単独もしくは複数合わせたものを独立部隊して行動させている。図3は武徳編年修正に記載されている小田原征伐における徳川家康軍団の構成を模式図にしたものである。ただし本人備えについては最高の余地あり。この図のうち先手集7手、2の先手集7手はそれぞれ一手が 前者の方が有する備えの数が多くはあるが、複数の備えで構成されており、単一の備えよりも柔軟な作戦行動をとることが、でき、一戦場において単独で、作戦を遂行することが可能という意味において、工実の特徴も合わせて、戦略単位と言える部隊である。また一手部隊の内訳は、規模の大小の違いはあるものの旗本部隊の構成と、大きな違いはない。 本人備えは、事項で解説する。一定部隊の兵員数は、おおむね2000から5000人で構成されるが、これも、備えと同様に様々な条件により変動する。この時、必要とされる一定部隊に満たない人員しかいない。場合は同様の正大名を、複数編合することで一定とし、それ以上の人員を持つ、大大名は逆に長実の徳川家康軍団の、うに分割された上で、 複数の一手部隊として運用される。無論、備え単位で作戦行動が行われることもあるので全てが一手部隊に属るわけではない。一つの備えしか持つことのできない大名と複数の備えを編成できる大名では、特に後者の大名が直卒する本人備えにおいて、その構成に大きな違いがある。本人備えは、その指揮下に複数の備えを持つことになる。 そのため、それら全般式を取るためのものと、本人備え自体を指揮する二つの指揮系統が必要となる。結果、全般式を取る大名、総大将の代わりに、重心の一部が本人備えの指揮を取ったり、例、津三武社武用、本人備中の騎馬隊組頭が足軽組を明確なものではないが指揮下に置くこと、備えの戦闘指揮官を務めることになる。また、 本陣備えは、他の備えと異なりより、広報支援的な職種である公平、金堀州、衆、黒桑は衆、小不神組、主計、難度方、優筆、調理人、台所方、医者、僧侶、人造などといったものを含み、さらには、本陣備えのみならずその他の備えも視野に収めたより、大規模な小二団も含まれている、図3では省略しているが、 家康本陣備えには、人馬武用、小屋作武用などが存在する。これらの部隊は小屋がけ組、戦地における宿営地を建築する部隊のように独立した隊として、編成されたものもあり、多種多様な職種が存在した。また、複数の備えを編成する場合、本陣備え以外の備えは、重心が次大将となり式を取るが、その備えを構成する人員のほとんどは、 彼の家来ではなく、重心と同じ大名の家臣である。彼ら、備えの構成員は、大名の命により宿り聞きとして、重心の指揮下についており、決して重心の家臣、陪心になったのではない。これを、宿り聞き同心生と言い,い、重心に大きな権力を与えずに、備えを構成、指揮させるのに有効な手段であった。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。